今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、あのコーチの福田です。天才プロコーチでございます。絶対言わせないでくるよね。今日もですね、あのキューハウス鶴岡アカデミーさんにお邪魔してます。今回はですね、前回、ナチュラルアングルからのフォースっていうね、割れ玉、割れる玉、まあ、ナチュラルアングルっていうのはもう本当にこのナチュラルの回転で当たった時にどう動くかっていうのを勉強したんですけど、それの応用編。応用編。もうゲームでじゃあどういうふうに使うか、はいはいはい、まあ、あのキャノンみたいなのは、はい、大げさな話で、あんなのキャノンいかない。前回はね、キャノンなんかもよくわけのわけのないキャノンをちょっと狙ってみましたけど、でも狙えるようになった。まあ、狙えるようになりましたね。したら今度はポジションプレーにそれをどういうふうに使うかっていう話、はいはい、いきますよ。いや、お願いします。早速例えば、はい、今穴前に穴ありますけど、はいはい、ナインボール、ナインボールじゃない、ナインボールやったらナインボール入れないと、はい、ナインボール例えばナインボール、はい、センターありますよ、はい、迷うじゃない。迷うんですけど、どこ出してもいいんですからね。迷いますよ。どこ出してもいいけど、まあ、サイド取りたいじゃない、はい、楽に、はい、そしたら今球刺してるところ、はい、ナインボールとサイドポケットの間に取りたいじゃない、はい、そうですね。そこに、まあ、いきなり直でワンクッションで持っていくのは難しいけど、無理無理、ツークッション目が、はい、まあね、サイドポケットの手前、はいはい、ここら辺に入ってくれれば、まあ、あんまりこう突っ込んじゃう人はいないと思う、はいはい、だからワン、ツーがここら辺に来れば、あとはちょっと惰性で、はい、この辺に来るかなと、そういうイメージ、はい、みんな持ってると思うんだけど、はい、その時にハーフボールで当たりますよ、はい、ワンクッション、ワンクッション目はこのショートレールに入ります。入りますね。どれぐらい出てくるんだっていうのがちゃんとイメージできれば、はい、それにスピンを足してあげれば、はい、正確に、ええ、もう怖くないですね、そこがね、はい、それが分かってればラインがね、はい、もうここをスクラッチするのかどうなのか。そう、スクラッチなんて絶対しない。なんでかっていうと、9ホールはトップスピンがかかるから、当たった後開いてくるんですよ、ね。はい。だからスクラッチするなんていうのは、ここら辺に失敗してくるんですよ。はいはいはい。だからもう、ここを出しに行ったら、はい、もうミスの範囲っていうのはこれぐらいしかないから、はいはい、分かった。はい。はい、ぜひ。やってみよう。単純にだから見てると、手玉をついて、入れて、ワン、ツーで、ツーを、はい、ここ入れますよ。そこ入れますか。ここ入れますか。そんなに言ってもいいですよ。人の球、練習しませんよ。人の球、大丈夫。大丈夫ですか。僕もじゃあそこで早速お願いします。メガネを取る、メガネを取りーの、はい、キャップをちょっともうグダグダになってるごめんごめん、ザーザーなってるだろう、ザーザーなってるだろうけど、はい、邪魔だから、はい、行きますよ。スタンディングポジションで、まずハーフで、はい、ハーフだと俺の場合はちょっとまあこのぐらいかな、はい、なのでちょっとスピン足してあげますか。はい。スピンはどっちを？右スピン。右スピン足してあげることによって、はい、ここの角度をここにします。はい。ただ、本当にハーフ当てちゃうと、ちょっとスピードが出る。はい。ちょっとだけ薄め。気持ち薄め。若干ね。気持ち薄めでスピード感。気持ち薄め。はい。そのスピード感までをスターティングポジションで決めたら、はい、つくところも決まるじゃない、はい、で、全部決めたらもうウォークイン。はい。で、ウォークインしたら、もうあとはピザーで、下加減をどれぐらい出すかを決めてショットだから、はい、ウォークインしたら喋るんだから、はい、お願いします。ここでハーフで、ここだからもうちょっと薄めにします。うわ完璧だ、マジか、やる早いな、うちの中でちょっと出過ぎましたけど、もうほんと言った通り、ここそうでしょ、行かないよ、すごい近い、すごいすごいでしょ、ここ持ってこれればなんとか入るでしょ、はい、入るんです、これも全然入ります。ああ、それをね、練習すると、はい、やってみましょう、はい、やってみましょう。こういうの穴前の処理はね、本当難しいし微妙だ。いや、これはね、難しいです。でしょ、なので、まずナチュラルアングルで、いや、試しに、何も考えないでナチュラル
ルアームでハードボールでやってみていいですか。それで試してどうなるかっていうのね。これでナチュラルアングルで厚み半分ぐらいをってなったらこうなる。加減はいいですけど、けどこれはたまたま出た感じだから難しい。あの知り合いでここに止めようとするのは多分不可能です。そうだよね、はい、そう難しい。なのでクイックションでいきましょうっていう話、はい、なので、ナチュラルアングルよりもちょっとだけスピンを入れる。そう、右のスピンを入れてワン、ツーとクッションを使って安定させて出すと。そういうことです。はい、決めてウォークイン、ナチュラルアングル、右、うまいな、完璧だ。あれ先生、すごい、うん、すごい。あれ天才プレイヤーと天才プレイヤー。あー、もうそれ、これ本当に簡単でしょ。簡単、カードが分かったら。はいはい。けど、今は今ね、あの福田さんがやってくれたからたまたまイメージいいか、ね、たまたま出たのかな。いや、もうこれは再現性あるから知ってる。アカデミーの起きて分かんない。3回連続出てきた本は。ああ、なるほどね。やってみる。やってみます。帰らないよ、3回連続でやるまで。いや、もう帰らせないですよ。大丈夫、はい、これできるまで全然付き合ってないから同じことをやればいいんでしょ。そう、同じように球、ハーフに当てて、ナチュラルアングルで若干右をスピンをかける。いや、もう完璧だ。うまい。完璧。うわ、やばい。だから今までいかにパショってきたか。いや、あのね、ちゃんとスタンディングポジションもできたらできるじゃん。そう、あのね、スタンディングポジションもウォークインも、だから俺やってなかったんですよ。あのミーナ戦もそうだったんですけど、そうだね、こう構えて、なんかね、よ、どうやって構えてるか覚えてないけど、こうやって入ってるんですよ。こうやって、してた、こうやって、こうやって入るから、もうね、なんか、わかんない。全然だ。あ、だからこうやって、後ろからちゃんと、スターリングポジション取って、厚み見て、これか、で、右のスピンをちょっとかける。で、決めたら、ウォークイン。で、同じように、これをフェザーを決めて、うまい。OK、 もうほら、もうずっとできるもんほら、見て完璧だ、帰れ、すごい、よりすごい、すごいでしょ。上手くなってきたらもうねえ、右でも左でも取れちゃう。なるほどね。だからこれをだから、まあ、逆に今あの割と同じ厚みで置いてくれるじゃないですか。穴前って意外と難しいじゃないですか、うん、じゃあ仮にこれが今真ん中に置いてましたけど、うん、これがここにあるだけでちょっと違うじゃないですか。違う、それは全然違う。これで、ね、それは応用するってことですか。そうそう、応用する。例えばこれはちょっとまるで違うショットになっちゃうけど、はい、これが例えばこっち側にあります。ああ、なるほどなるほどなるほど。そしたら今度はハーフ当てられないわけ。はい、ハーフ当たらないですね。ハーフにさらにハーフぐらいですね。はクォーター。クォーター。クォーター。はい。クォーターのショットはどういう挙動をするかっていうのを、はい、ハーフから考えるわけ。なるほど。ハーフより薄いから、はい、当然キューボールはより速く動く。はい。で、薄いから、はい、なるほど、はい、だから、2で行くんだったらもっとスピンが、はい、で、弱くする、はい、それでできる。あ、ドラッグだ、知ってる。ドラッグ出てきたじゃないですかね。また出てきたね。松本教授でしょ。ドラッグ、ドラッグストア違う。あれ、でもスペルは同じだね。あ、そうですか。 DRAG DRAG ドラッグ、うん、何ですか、ドラッグって。ドラッグってこう掴んで引きずるみたいな、あのドラッグ&ペースですか。そペース&ドラッグなんか知らんけど、あのギャンブルのパソコンの掴んで引きずるってギャンブルですよ、そんなの。日本語で言ったら反射ですよ。ダメダメ、そんなのやっちゃう。そのマウスで、これもねビリビリ TV で説明してるから、はい、マウスでパソコンで、はい、あ、ドラッグするためね、あるでしょ。あるあれ、あれやる。確かに掴んでずるってさ、あれやろ、ドラッグやろうか。あ、それや、ちょっとお願いします。それドラッグ持ってきてる、持ってきてる、してる、先生できてます。ドラッグっていうのは、はい、すごく下つく、はい、下ついて、下ついてバックスピンかけるんだけど、はい、届かせない、はい、途中でほどける、はい、で、つき方としてキューボールをこう掴んでうにゃって、はい、掴んで離す、はい、右下ついて、ちょっとまた
スタンディングポジション、ウォークインしたら喋る。なるほど、はい。そこで、ぐにゃっとスピン効かして、すごいうちのテーブル速いから、はい、まあ、こんな感じかな。あ、本当は届いてる。あれー、スピンが足んねえや。今、届かなさすぎたあのね、思ってたより、はい、この球がスピンかかんなかった。ああ、なるほどね。でも、加減は合ってたね。加減は合ってましたね。なので、パタパタパタ、そう、これぐらいで。もうちょっと横ついてるね。あ、そう。下をついて、下どかせない。スピード感は、あれ、なんで下をつくかっていうと、はい、あの同じスピードを真ん中でついたら、もっと弱くつかなきゃいけない。わかるでしょ、重たいところつくから。そうすると、テーブルがまっすぐじゃないから、だいたいどこのテーブルがまっすぐじゃない。だから、曲がった。だからドライブしちゃった方が曲がらない。なるほどね。効きます。はい。
うまいじゃん、最高だよ。ちょっと暑かった。暑かったですね。でも、スピード感最高。ああ、なるほどね。アンコマなんだ。あれで、ちょっと今の多分ハーフぐらいになってますね。そうだね。はい。もうちょっとだけタッチ薄く入ればぴったりじゃない。ただ、もう絶対やるとしないから。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。ここでハーフ、どんくらいだもんな、こう。確かに。これだ。ちょっと、もっと弱くてもいい、これ。そう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 、うまいよ。ああ、ダメだ。今のも若干厚めでしょ。ああ、今のも厚いかもしれない。そうですね、厚いですね。ああ、面白い。簡単だし。確かに。入れやすい。はいはい。だから、こう言ったらこういう時なんですから。これ入れが厳しい。あ、これか。これね、嫌ですよ。嫌でしょ。嫌じゃないのよ、これ。ドラッグで。ドラッグで行くと同じことやっていいですか。全然同じで。クォーターでいきますよ。クォーターって。厚み。クォーターってください。クォーターって。クォーターってここら辺がクォーターって、で、ドラッグの右スピンを若干入れる。そうそうそう。素晴らしい。うまいよ。うわ、これいいね。ほんとだ。プロの、プロの球だよ。プロのポジションなんだ。いい。なるほどね。これがだから、ドラッグ。ドラッグ。俺、今日のレッスンで最初何でしたっけ？あ、だからナチュラルアングルの応用編だ。そうだよ。まさに。ナチュラルアングル最初に元になってるのはハーフボールのナチュラル、はい、そこからスピードを落としたかったら、ドラッグ、ドラッグを使うことです。ドラッグ、ドラッグ使うそうです。皆さんナチュラルアングルからのドラッグ、ナチュラルアングルからのドラッグですね。アンドスピン、あ、アンドスピン、やけどしません。これをやると絶対しません。ただお店でナチュラルアングルのドラッグって言ったらそっちで焼けたするんで、皆さん注意しててください。お試しあれ。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい素晴らしい、ね、出てくるね。ああ、素晴らしいですね。